立首相格上げで習主席失墜、共同浮遊、の説明が歓楽化、中国の、私有近帝国家主席、共産党総書記、が政治的に失墜し、政権ナンバー2で、改革派の李克強首相の扱いが、公式メディア、人民日報、で格上げされた、事実、外交、経済の落ち込みなど、ここのところ、 衆政権で重大な失勢が相次いでいる、習氏の左派、保守派、路線に対する、党内外の不満を反映して、理常習化が現れたのだろう。人民日報の紙面に異変が、理事よる説の大きな根拠とされたのが、5月14日付の党機間紙、人民日報が掲載した国務院、内閣、第5回県政へ、さやけんな政治、工作会議、 4月25日における李首相の演説、国営通信社、進化社の長大な記事が2面の大半を埋めた中国の主要公式メディアで総書記以外の指導者の演説がこれほど大きく扱われるのは紛れもなく李常習家の異変だ。実は県政工作会議での首相演説は近年人民日報で同じ恋だ。 昨年の演説との違いは、市場化など、経済政策への言及が増えたことである、人民日報一面の、収支席に関する報道に、変化があるとの見方も出ている。しかし、5月120日の一面きじみ出しに、私有金手へ、総書記、が、なかったのは4回だけ、党機関士も毎日、党トップの名前を、大きく報じているわけではなく、 1> 週一回か二回、収支が一面の見出しになくても異常とは言えないだろう。今のところ、同志などの指導者報道から、週かをはっきり確認することはできないが、いずれ報道されることになるだろう。経済政策では、微常収か。しかし、最近の経済政策に限って言えば、微常収か、的傾向はある。具体的には、 収氏が好む統制職が薄まり、市場経済化を重視する、理事の考えがより反映された形になっている。3月の全国人民代表大会、全人代、国会で採択された政府活動報告は、共同富裕の説明が簡略化され、不動産税の記述はなく、国有企業強化の文言も消えた、共同富裕の宣伝は続いているが薄れ、 未明企業叩きを主眼とする、左派的主張は交代している。修正権は、近年、ネットサービスなど、未明企業の資金調達や、経営方針にやったらと横槍を入れていたが、投資同部の、政治局は4月29日の会議で、ネットサービス企業などの、プラットフォーム経済に対する監督、管理を、状態化する、として、企業や市場に衝撃を与える。 突発的規制をやめることを示唆、同経済の発展を支援する具体的措置を打ち出すと表明した5月17日には、終始の経済ブレーンとして知られる同格副首相が、未明企業の発展を支援するとした上で、デジタル企業の国内外資本市場への上場を支持すると断言した政策が大幅に調整されたのは明らかだ。 ゼロコロナや個人崇拝志向は不変。その一方で、厳しいロックだ。うん、都市封鎖、など、極端なゼロコロナ政策や国家安全維持法、国安法に基づく香港統治では、強硬な私有金平路線は不変。昨週登場した個人崇拝的キャッチフレーズ、二つの確率、も党内で広がっている、私有金平同士の党中央の革新 全党の革新としての地位を確立して、習近平の新時代における、中国の特色ある、社会主義思想の指導的地位を確立する、という意味で、李氏も前述の県政会議演説で触れた、国内経済の失速に加え、ロシアのウクライナ侵攻をめぐる外交の混乱もあって、習氏が政策面で苦戦していることは否定できない。だが、 それで直ちに終始が政治的に失墜して総初期参戦断念に追い込め、まれたり指導者たちの正式な格付けが変化したりする状況には今のところ至っていない今週開催とみられる第20回党大会に向けた水面下の駆け引きはこれから本格化するとみられる。